アーティストが今のすべてをかける1分間、未来へのワンミニット。絵の具の塗り方や色の重なりによって日常で生まれる感情を描く抽象画家楠田直。絵を描くときは結構無心で今使いたい色を使って描くんですけど、描いた後に最近こういうこと考えてたしなで感情をはめていくみたいな。高校まで人物画を描いていたが、抽象画を始めたのは大学2年生の時。モデルありきじゃないと何か自分で生み出せないのがすごく嫌で、抽象画っていうスタイルを見つけて、形ないものを思うがままに描いてるのにすごくびっくりして、そこから見よう見まねで。彼女は作品名までも見る人に自由な解釈をさせる。一見読めない漢字をセレクトしてつけてるんですけど、どういう意味かわからないでほしいんですよ、見る人には。人によってなんか捉え方が違う面白さを大事にしてほしいなと。楠田直、今の彼女が全てをかけるワンミニット。様々な色が混じり合い、日々心の模様が移り変わる様子を表現した楠田直の未来。いろんな人の自分と向き合う時間を絵を通して増やしていくことです。その1分瞬間が未来を作る。西日本シティ銀行。